はい、皆さんこんにちは、シスです。トイックです。よし、じゃあやっていこうか。行こうか。ギードのほこらだったな、確か北にあるっていう話だったんで北に向かいます。うん、これ越えられないんだよね、山ね。そう、飛竜はあんま高いとこ飛べないからな。そんな高いの？ちなりに行って来たか。 OK。 で、どっちだろう、ここかな。あ、ほこらっぺー。露骨にほこらっぺー。超絶ほこらっぺーのがあったぞ。ここが賢者ギードの住まいじゃん。ちょっと待って、ん、地震？タイタンじゃね、タイタン。まさか島が？え？なに、島が浮いたりするの？なにこれ、飛竜視点。結構山の上まで飛んでるけど越えられたんじゃないの？おい、ちょ、島がやばいぞ。あ、水の神殿みたいになったじゃん。水没したな。あ、そういえば水の神殿のさ、下に沈んだ俺のジョブはどうなったんだ、うん、懐かしいな。私に逆らうのはこうなるのか。Xです、すげえ。でもギードはね、先が見えるからね。あ、水の中にいたの今。ああ、間に合わなかったんじゃないか。すげえな、ヒリ泳げんのかよ。え、終わり？終わった。え？え？俺はこれからどこに行けば？ああ、なんかある。うん。まあ、とりあえずこの近場の城に入ってみようか。オッケー。で、敵が出てきた。やばい！あ、でもちょっとね、見てて。このレナの1、2、3、4、4回攻撃。おお。これよ。何があった？レナの4回攻撃。いやね、ちょっとね、これあるんですよ。コメントで仕込みが、そうコメントでね、ちょっとね、あの城の地下に出たなんか赤道のボスみたいに、ボスじゃねえや、敵みたいにいたじゃん。うん、あれからちょっと第二世界最強の武器が手に入るよって言われまして。うん、なんとね、これですよ、これツインランサー。ツインランサー。しかも、右ツインランサー、左ツインランサー。これちょっと訳があって、これもまた動画出てるかもしれないんだけど、今。あのね、一回の戦闘で、まあ、二つ盗めました。いいな。で、結果、両方ツインランサーになったから、なんか二回攻撃っぽくて、で、結果忍者の二刀流と合わさって、四回攻撃になりました。すごいな。うん。もう強えよ。めっちゃ強え。これでじゃあしばらくは、レナも安泰だな。そうなんだよ。最近ね、ちょっと使えない古衆が漂ってたからよかったわ。レナ推しとしては。何の来たの？確かにな。え？何者だ？え？え？あ、いや、左になんか引っ張るとこあったぜ、今。貴様ら何者だ？え、ガラフを知らないの？うん、そうだよ。知ってる人いた。当たり前じゃん。サーゲイト？ここサーゲイト城だったからな。暁の四天使の一人？そうか。ゼザって言うんだったね、そういえばね。うん。ああ、ここか。お、やった！気前いいな。え、それは、そういうからにはいいもんあるんだろうな。ていうか、いただいていこうか。え、なに、王様いねえけど。え、だから大阪、あ、じゃあ王様、船乗って、エクゼスのとこ向かったって言ってたじゃん。あ、王様いないの？うん。ケイ、あの頃よく歌った歌。なんか、ゲットした。おぉ。ケイ。これで銀融詩人がまた強くなったから。そうだね、銀融詩人もね、うまく使えば強いってことが分かったからね。うん、意外と歌う覚えといても損ないかもな。やばい、これは迷いそうだ。マジで
意味ありげなツボだったけどな。重要なことが書かれている。うん、封印の本。半分しか書いてないっていう。怪しい。この本には30年前にエクステスが行った悪事も書かれています。何を行ったの、そういえば。それにそっくりな本。あ、前に見た覚えがあるよ、やっぱり。なんだっけ、シドとミドのところ。おお、思い出したか。もうだってここにいる人たちがシドとミドのとこだもん。そうだよな。ああ、なるほどね。俺アリカ知ってます。持ってこようか。持ってこれねえじゃん、そういえば。戻れねえんだった。禁断の書。え、なんかもらえたけど。しょうがないんだから片付けるの手伝ってくださいよ。はい、あ、そういうことね。重くて印刷も、はい、じゃあどこかな、禁断の書は。探さないとな。めっちゃたくさんあんな。こん、え、なんで、なんで魔行に禁断の勝負の方法を置いたの。シスさん大丈夫、多分一回出てやり直さないと意味ないと思う。あ、ちょっとこうなんか隠し通路つけた方がいいんじゃない。隠し通路大丈夫かな。え、魔行か木か、うん、むずいな、むずいな。火行に入れような。木ね、木ね。木です。あ、これじゃん、これじゃん。はい。家業だからだな。うん。で、これ、魔物だから、うん。さっき間違えたとこだな。ここ。うん。ロだから、どっかに、ラ行が。え、なんで、魔行がこんなとこにあって。あかさた、あ、は。こういうことか。やら。違う。わ。違う。わ。違う。わ。ここ。おばちゃん、終わったよ。おお、あんなところに。おばあちゃん。これは何かありそうだな。広っ。魔導士に龍剣、これがわしの強さの秘密。あー、龍剣か。さっきはありがとうね。そうそう、この城のどっかに宙に浮く不思議な魔物が、魔法か、魔法があるらしいよ。あー、はいはいはい、これで土属性が大丈夫になると。あ、今の本ね、単なるヒントだ。龍剣って言って、うん、MP を吸収する技がある。あ、すげえ欲しいそれ。あれね、確か竜騎士が覚える。へぇ、竜騎士ってあれなんだ、近接用かと思ったら意外とあれなんだね、魔法使い用なんだね。いや、HP と MP を吸収する技なんだけど、大して強くはないと。あ、なんか間違った今。あ、じゃあ魔法使いに、お、竜剣士に、竜騎士か、竜騎士に一時しとくっていうのがいいわけね、うん。あれ、これ何にもないのここ。嘘でしょ。左下の方じゃない。おお、いける。きた。ほんとややこしい作りになってんな、ここ。うん、俺の迷いが半端ない、もう分かんない。きた、 これか。これじゃん、浮くやつだ。何魔法？軸。軸ね、いいね。これで地震が来ても大丈夫じゃん。うん、ただまあなんか地震系の技を使うときはだいたい重力100倍みたいな技を使ってくる。え、マジで？うん、強制的に地面に落とされる。なんだっけ、名前忘れちゃったそれ。ん？あー、名前が思い出せない。重力1000倍で最後万倍までいくやつでしょ。なんだそれ。え？方針演技じゃねえの。方針演技かよ。万国藩。あ、なんかそんな名前違うかもしれない。ちゃんと読んでなかったからあんま覚えてない。
すげえんだよ。あのね、念頭っていうやつが後から出てきてね、クソ強え、うん、クソ強え。なんか聞いたことある気がする。チートキャラが出てくるんだよ。ていうか、なんか最終回まで読んだ覚えあるんだけどな。いや、あれはね、いい漫画よ。アニメ版は黒歴史だけど。あれは読んだ方がいい。あのね、最終回の終わり方もね、何気にね、うまくまとまってるわ、本当にあれ。そうだったっけ？うん、そうなんだよ。大概ね、ああいうのって、ね。ちょっとね、今大事なこと言ってるから。もう全然聞いてねえわ。お前、ちゃんと読めよ。前に言われただろ、人の話聞かない人だなって。もう、全然聞いてなかった。どこ行くか分からなくなる人だな、みたいな。な、なんとかなるっしょ。いや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 。あ、でも休憩する必要はない。ここで装備整えろってことかな。何これ。あ、刀じゃない。備前、でもさ、この間さ、刀ゲットしたばっかなんだけど。うわー、疾風の剣みたいなさ。風切りの刃じゃなかった。まあ近いもあるだろ。まあお金の節約のこと考えたらまだ買わなくてもいいかもな。買う。なんで？いや、気になるじゃん、気になるじゃん。でもただ買うけど、優先は魔法でしょ。あ、持ってんのか。魔法は全部持ってたね。うん。で、武器は、武器じゃない、防具はなんか、あー、なんか全部これ持ってんな。何変わってないんじゃない？武器だけか。まあ、せっかくだから1本買っていこうか。あ、マジで買っちゃう？うん、気になる。お金あるし。いやー、消し飛ぶってお金。さあ、これで強くなんなかったらショック。ほら！見よ、この攻撃力。買ってよかった、備前長船。あ、でも風切りの刃ってなんか効果なかったっけ？なんかね、全体攻撃になる。追加じゃなくて、あ、攻撃が変わるだけ。そうそうそう。なんかね、でもね、使いにくいんだよ。全体攻撃にしたくないことの方が多かった気がする。あ、まあ、クリティカル出る確率が減るわけだしな。そうそうそう。全体攻撃がね、弱いんだよ、意外と。うん。じゃあ次行くとこも分かったし。え？え？あ、ちょ待って、セーブしようよ。しさ、セーブしないの悪い癖だよ。次行くとこが分かっただと？うん。よーし、行こうか。エクスデス城だよね、多分ね。エクスデス城の方に向かえば分かると思うよ。あ、これじゃん、ビッグブリッジ。うん。はいはいはい。これ、ここにギルガメシュタンがね。あ、なんもないけど。え、ビッグ。え、いるんじゃねえの、この辺に。うん、ちょっと探そうか。いや、さすがに南側ではないだろ。まあ、そうか。海の上、海の上。まあ船に乗ってるって言ってたからな。向かってる途中なんじゃない。いたー。もうあかんねえわお前。西から攻めろよ、西から。ゲーム入り込んできてる。これか。はいはいはい。で、俺はどうすればいいの。船の上に降りれるって言ってたじゃん。お前だから話聞いてないなって言われる。ほんとだ。ほら、降りれた。お、いるぞって。これか、これか。暁の運戦士ゼザ。ゼザ。うん、ゼザ。ゴラフじゃないか。それは？な、嫁？あ、そういうこと連れて。いやいやいや、わかるよわかるよ。王家の二人じゃん。うん。大
王様とは名乗らずに剣士って名乗ってんだな。ゼザ王ではないのか。いや、王というのはどうも性に合わんよ。確かにわしもじゃよ。エクステスの城へは入れるのか。オッケー、やつのか、ね、あれだろ、今さバリアが張ってあるっていう話なんだっけ。うん、あんま見えなかったけどね。ああ、確か入ろうとすると入れなかったと。あ、そうなんだ。一応さ、入る前にさ、ちょっとジョブを確認しておきたいんだけどさ、最低でもね、一人シーフが欲しい。いや、二人いた方がいいかな。まあ、バリスでいっか。隠れるってなんだこれ。ああ、そうだ、銀遊詩人。懐かしいな、隠れる。あのね、隠れるを使うと、戦闘からいなくなる。え、いなく、え、ずっと。いや、なんか、確かそう、隠れるを使うと、次、現れるっていうコマンドが確か出たと思う。ああ。それを選択するまでは、攻撃にもできないけど、攻撃の対象にもならない。へえ、面白いね。なんかめっちゃ敵の強い攻撃を隠れてやり過ごしてから攻撃とかできる。使い勝手悪いよ。はい、もう一匹選ぶ。いや、まあ一人いればいいかな。時間かかるかもしれないけど、あの、ね、次のボスからはちゃんと盗みたいものがあるのよ。あ、そういうことね。あ、ちょっと待って。バリアを消せばエクスデス城に攻め込むことができる。うん、そうだね。あ、ではバリアをまず消すなんか方法が必要ってことね。そう、これをおとりにして内部に誰かを潜入させて消させると。とりあえず休もうか。ケイ、え、うん、じゃあそこじゃないんじゃない。真ん中から下に降りんじゃない。結構広いな。おいっす。ああ、こう半円状なのね、バリアがね。だから地下にはバリアがないだろうと。こいつも船酔いかよ。はいはい、そういうことね。頭いいな、こいつら。お、右の部屋を使ってください。常に男女一緒の部屋っていうね。まあいいと思うけど。確かにな、個室がないからな、この世界。え、この音楽は。みんな落ちた。やべえじゃん、ギルガメッシュたんじゃん。おお、気づいたかな。え、マジで。え、ギルガメッシュさん来んの。ちょっと急げ急げ、楽しみだわ。どうやって上がるんだっけ。左から、そこに階段ある。あ、あったあったあった。おお、飛竜タンがいる。飛竜も戦ってる。この戦だ、おとりだ。ああ、はい、そうですか。セリフ変わってね。どうした、敵が攻めてくる。やばい、魔物来た。オッケー、任しとけ。おお、いっぱい来た。あ、いた。いたな。すげえ。ハサミ撃ちか。敵多いな。え？あ、そうですか。すげえ、飛び移った。なんかわしゃわしゃしてる、わしゃわしゃしてる、わしゃわしゃしてる。お前も動けよ。え？オッケー。ザコ敵倒してこいで。オッケー。
ポーションすんだ、いらねえ。ショペン。1、2、3、4、つえ。圧倒的だわ。ほら、来いよ、来いよ。よしよしよし。先制攻撃のチャンス。はい。勝ったわ。勝ったら、自分的これ一体なんだ。あ、でもなんか一体なのに2アビリティポイントってでかいな。うまいな、これな。やっぱイベント戦だからね。やっぱでもこの音楽テンション上がるな、うん、やる気が出てくる。ポーション、クリティカル弱い。 OK。 1、あれ2、3、4、命中率低いのかな。そうだね、ちょっと低いのかもしれない。まあ結構強い武器だもんねこれね、うん、まあレベルが上がれば問題ないんだろうきっと。さあ行こうか。こっちにはもういないかな。いないな。じゃあ待望の、あ、違った。いや、なんか手前にいるわ。ポーションからの4回攻撃。1、2、3、4。オッケー、気持ちいいなこれ。ほんとマジでオーバーキルだな。これ HP いくつくらいなんだろうね。確かに。お前苦戦しすぎだろ、お前こんな弱いやつで。あ、そうでもない、敵がいっぱいいるのか。これが強いんちゃう。あそこ、うらぁ、青い空、広い海、こんなにいい気分に浸ってる私を邪魔するのは誰だ。あの、邪魔するつもりはないです。どうぞ。まあ俺たちから挑みに行ったけど。オッケー。ミス。現状ここで盗んだ。お、一発で成功した。これか。これだ。1、2、3、4。気持ちいい。一応ライブラ。レベル31。あー、8888。へえ。あー、当たらんやつだこれ。ミサイル強えな。これそういえばやってなかったね。あ、ゴールも来た。おー、すごい。対ギルガメッシュにはいいかもな。終わり。うん、まあ、効果はすぐにわかる。あ、棒、え、でもなんかわからん。え、なんか変な攻撃された。今ゴーレムが身代わりになった。あ、そういうこと。うん、ていうか今すげえダメージ出た。あ、ゴーレムが身代わりになってダメージを減らしてくれるのか。クソ強えじゃん。全員特撮みたいな。2500までの物理攻撃は防ぐ、うん、あ、そうなんだ。危なくた。遅かったな。インキル危なくたじゃない。えらくて小ずり。あ、え、ゼザがやられた。ちょおい、やめて。とりあえずエンキドゥからも盗もうぜ。そうだね。あ、相手の弱点 見ときたかったな。エアロか。グリーンベレーいらない。ちょっと古いアイテムな。オッケー、ライブラかけてエンキドゥレベル29。あ、弱いな。そうだ、召喚何発か出てるやったらすぐ出す。うお、やばい、やべ。でも召喚はゴータイタン効かねえから、うん、ラムその辺だな。回復してえな。まあ次ガラフだし大丈夫でしょ。ケイ、とりあえずエンキドゥ先に仕留めないとまずいな、戦隊攻撃が。そうだね。OK! 終わった。3、4、ドゥー。
早かった。あ、ゴーレムめっちゃ強いじゃん。うん、物理攻撃メインの相手にはチートキャラだなこれ。かなり優位に戦える。変態だ。ほら給与思い出したんじゃないの。そろそろ思い出しそうだな。でもさっき4000回復したからな。え、ゴーレムクソ強いんだが。で、こっからの強ーい元気で、もう死んでるよ。お前に任せたぞ。あれ？いいね。元気で。おひこりはなしだぜ。消えた。いいな。めっちゃ可愛いじゃん。さすが人気キャラってとこだな。ゴールドシールドいらない。で問題は出たよ出た。え？貴様らも道連れた海に落ちろ。うわギルガメッシュ落ちた。ギルガメッシュ泳げてねえけど。お前だけ汚い。お前だけ汚いぞ。覚えてるよ。ガバッコバッって言ってる。溺れた。あ、泳いでるぞ。あれ流されたんじゃん。手がしびれる。俺が行くまで辛抱しよう。あ、でも俺今浮く魔法覚えてって。ああ確かに覚えてたな。おお飛龍、飛龍賢いんだ。さあ今度はこっちから攻める番だ。俺についてこい。なんか変なとこに乗ってるけど大丈夫。これ尻尾掴んでるの結構大変だと思う。捕まってんだ。オッケー。じゃあ今回はね、ギルガメシ倒したところで一旦切ろうか。はい、はい、じゃあ皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。